キボスサンショウウオは、両性綱、有美目、トラフサンショウウオかトラフサンショウウオ属に分類される、優王類。別名スポットサラマンダー。アメリカ合衆国東部とカナダで普通に見られ、オハイオ州とサウスカロライナ州では、州の両性類となっている。その肺には、藻類が細胞内共生しているのが発見されており、現在知られている、唯一の内生生物の宿主である。 脊椎動物である。アメリカ合衆国東部、カナダ南部のバスコシア州から、西はガスペイ半島、南はジョージア州及びテキサス州にかけて分布する。全長15から25センチメートル。背面の体色や黒や暗褐色、暗灰色で、頭部から尾にかけて24から45個の黄色や、大色の斑点が不規則に入る。体色は主に黒だが、 時折青みがかった黒、暗灰色、暗緑色、焦げ茶色の個体も存在する。黄色がかったオレンジ色の反転が不揃いな2列になって目の近くの頭頂部から尾の先端まで並んでいる。頭部に近い反転はオレンジ色が強く尾の方になるほど黄色が強くなる。腹部は灰色、またはピンク色。卵塊は通常直径6から10センチメートルのゼリー状の 丸い塊である。卵塊の外側のゼリー層にはユニークな多形性があり、一つは透明で水溶性のタンパク質を含み、もう一つは白色で結晶性の素水性タンパク質を含む。この多形性は池の養存栄養素レベルの変動に関して利点があり、またカエルの養精による食害での死亡率を低減すると考えられている。養精は通常明るい茶色。 または、緑がかった黄色で、小さな暗色の反転があり、外エラが生えている。通常は繁殖のために必要な水場がある、紅葉樹林に住む、地中性。工場的な池では、卵や幼生を餌食にする魚類が生息するため、春先に雪解け水でできる一時的な水場を使用する。結局性であり、ほとんどの時間を地下で過ごす。地上に出てくるのは、 雨の後を除けば繁殖と食事のためのみである。冬の間は地下で冬眠し、繁殖期である3から5月まで現れない。防御手段としては臨床落ち葉層に穴を掘って隠れること王のじぎれ、背部と頸部にある大きな毒栓から乳白色の毒液を出すことがある。他のアリオ類と同様に大きな再生能力を持ち、大量のエネルギーを必要とするものの、 足を脳のような重要機関でさえ再生できる。幼体の間はほとんどの時間を卵が産みつけられた水場の底近くの落ち葉の体積の元で過ごす。幼生は水草の下の避難所で過ごし、捕食者がいると動きを止める。昆虫、クモムカデ類、ヤスデ類といったタワシ類、カタツムリ類、ナメクジ類などの陸生の巻き貝、ミミズなどの臨床にいる。 無脊椎動物を食べるが、セアカサンショウウオプレシドンシニリアスなどの小型のアリオ類などを食べることもある。孵化直後の妖精は、小型の昆虫やミジンコ族ダフネアなどの甲殻類を食べるが、成長すると短脚類、頭脚類、大型の昆虫、両生類の妖精なども食べる。妖精の食性は、動物性プランクトンが主だが、成長するにつれて、節足動物や、 両生類のようなより大きな獲物も利用するようになる。生態の餌はミミズ、ナメクジ、クモ、ムカデ、ヤスデ、コオロギのような昆虫などである。妖精も生態も、種として夜行性であり、夜間に食物を求めて狩りに出る。捕食者として、アライグマ、スカンク類、カメ類、ガーターヘビ属サンナファスなどのヘビ類などが挙げられる。両生の捕食者として、水生昆虫、 魚類、他のトラフ参照魚属、ヘビ類、鳥類などが挙げられる。卵海の多形性、白色型と透明型一年のほとんどを、紅葉樹林の落ち葉草や巣穴の中で過ごすが、温度が上昇し湿度が高くなると、突然毎年の繁殖地に移動を始める。一晩の間に、数百から数千の個体が集まる。交尾は通常春の雨の日に、池の中で行われる。 卵は水中の植物などに産みつける。1回に100から300個の卵を産む。メスは通常およそ100個の卵の入った房を水中の植物にくっつけ、卵塊を形成する。卵は4から7週間で孵化する。生体が水中にとどまるのは数日で、卵はそれから1から2ヶ月後に孵化する。卵はオローラアンバディストメティスという緑藻と共生関係にある。 ゼリー層は卵を乾燥から守るが、肺の発生に必要な酸素の拡散を妨げる。オローラは、光合成を行い酸素を供給する。発生中の酸性号は酸素を代謝し、藻類が消費するに酸化炭素を排出する。光合成藻類は、体細胞及びおそらく生殖細胞の中に存在する。卵がいつ孵化するかは水温による。 主に孵化後2から4ヶ月で変態し、妖体になる。2から4ヶ月で、妖精はエラを失い、妖体になって水から離れる。32年まで生きたことが知られている。通常は毎年同じ池に戻るが、これらの池は季節的なものであり、通常は晩春から冬までは干上がっている。妖精生息数は非常に多く安定し、絶滅の恐れは低いと考えられている。 一方で森林伐採による生息地の破壊、繁殖地の減少、土壌及び水質の酸性化、交通事故、融雪剤などによる化学物質による影響が懸念されている。ペットとして飼育されることもある。日本にも輸入されている。流通歴は比較的古く以前は下記に大量の個体が流通していたこともあるが、近年は流通量が減少している。 ケージ内には潜ることができる床材を敷いたり、隠れ家を設置する。高温に弱いため注意が必要。ありがとうございます。